アルメニア人虐殺は19世紀末から20世紀初頭にオスマン帝国の少数民族であったアルメニア人の多くが強制移住、虐殺などにより死亡した事件。ヨーロッパ諸国では特に第一次世界大戦に起きたものをオスマン帝国政府による計画的で組織的な虐殺と見る意見が大勢である。それによればこの一連の事件はアルメニア人ジェノサイドと呼ばれ、 21世紀に至る現代でもオスマン帝国の主な継承国であるトルコ共和国は国際的に非難されているトルコ政府はその計画性や組織性を認めていない19世紀末と20世紀初頭の2度にわたりオスマン帝国領内でアルメニア人に対する大規模な虐殺が起きたこのうち第一次世界大戦中のアルメニア人虐殺は 1915年から1916年にかけて統一都進ポイン会政権によって行われた伝統的なアルメニア人居住地の南西部にあたるオスマン帝国領のアナトリア東部からのアルメニア人強制移住でありこれに伴って数多くのアルメニア人が犠牲になったオスマン帝国に居住するアルメニア人が政府の命令により意図的に殺害されたとして この虐殺事件を近代初のジェノサイドの一つであるとみなすものは少なくない。アルメニア人社会では虐殺がナチスドイツによるユダヤ人に対するホロコーストのように組織的に行われたと考えられており、またオスマン帝国からトルコに至るトルコ国家が一貫した責任を有するとする。特に4月24日はジェノサイド追悼記念日とされており、毎年トルコを避難する。 国際的なキャンペーンが行われている。アルメニア人の死者数は一般的に100万から150万人の間であると考えられている。トルコ共和国の元国民教育省ユースフ低めとバユルはトルコ歴史協会から出版されたその著書トルコ革命誌で1928年にニハと中佐により翻訳されトルコ参謀本部により出版された世界大戦における トルコの戦争の中から、東部諸県のムスリムのうち、戦争のため、または避難のため、50万が失われた。80万のアルメニア人と20万人のルームは、虐殺と追放のため、また、労働代替において死亡したという部分と、我々の記録によっても、事実と見なす必要があるとのニハと中佐の脚注を引用している。トルコアルメニア戦争での敗北の結果、カルスを後にする。 アルメニア人難民さらに第一次世界大戦の終結後、アルメニア第一共和国は、オスマン帝国領のアルメニア人居住地域を含む領土拡大を目指したが、ロシア革命とそれに続く、ロシア内戦で編成された、モスクワのアナトリー・ゲッケル指揮下の赤軍第11軍と、トルコのアンカラ政府のキャーズム・カラベキル指揮下の東部戦線部隊の攻撃の前に粉砕された。 この戦乱でも多くのアルメニア人が命を落とした。また、アルメニア人の他に、アッシリア人やポントス人に対する虐殺事件も起きた。オスマン帝国におけるアルメニア人共同体は大きく分けて、東部の農村社会とイスタンブールなど都市部の公益離産共同体との二つから成り立っていた。特に後者は貿易や金融業で成功して富裕な商人層を形成しており、 また建築家や造兵官などとして、宮廷、中央官庁に使えるものも多く、中央政府と共存共栄する共同体であった。オスマン帝国東部には、アルメニア人の他に、クルド人なども居住しており、シェーフウベイドラーネフリー、ベデウルハーアンベグ、イェズダンシェイルなどのクルド人の反乱が起きていたが、アルメニア人による反乱は起きていなかった。こうした背景から、アルメニア人共同体は、 忠実なるミレトと呼ばれていた。しかし、19世紀に入ると、アルメニア人の中からカトリックへの改修などを通じて、西ヨーロッパ諸国の庇護を受け、特権を享受する者が現れ、ムスリム住民との間に圧力が生じ始め、また富裕層の間から、西ヨーロッパとの交流を通じて、民族主義に目覚める者が現れ始めた。一方、コーカサス戦争、 チェルケス人虐殺などの結果、ムスリムのアナトリアへの集団移住が行われ、オスマン帝国が受け入れていた。これらカフカスから移民やバルカン戦争などによるバルカン移民の中には、キリスト教徒に対して復讐心を抱く者が少なくなく、第一次世界大戦時に非正規部隊に登用され、アルメニア人虐殺においても主要な役割を演じることになった。 1877年のロト戦争で、ロシア帝国は、南カフカスとアルメニア人居住地帯の北東部を占領し、アルメニア系のイワンラザレフ中央に、ムスリムとアルメニア人の利润のための任務に当たらせた。アルメニア人人口を抱え込んだロシアは、オスマン帝国領内のアルメニア人を支援するようになり、1878年のサンステファノ条約で、エルズルム州、バン州、 マームレッティュール・アジーズ州、ディアール・ベキル州、スイバス州、ビトリス州からなるオスマン帝国東部の6州におけるアルメニア人の権利向上を目指す改革の実施を約束させようとした。これを契機にオスマン帝国領内でアルメニア民族運動が盛り上がり、帝国外ではアルメニア人民族主義者が粉着党、ダシュナク党など、 アルメニアの独立を目標とする政党が結成された。やがて、彼らの中から帝国内に秘密支部を設け、オスマン管理を狙った爆弾攻撃を行う抵抗運動すら現れ始めた。一方、先のロト戦争の時、ロシアの占領地からオスマン帝国に逃れてきたムスリムの難民たちから、キリスト教徒であるアルメニア人が、 ロシア軍に協力して、ムスリムを追い立てたのだとする風評が、ムスリムの間で広まり、オスマン帝国下のムスリム、すなわち都市部でアルメニア人と接する、トルコ人や東部でアルメニア人と混中する、クルド人の間でアルメニア人を国内にありながら、外国と通謀してテロを行う危険分子とみなす、敵外心が高まっていった。一級と殺業者、 アブデュル・ハミド・フランスの政治封じが1894年、アナトリア東部のビトリス県で、ムスリムとアルメニア人の大規模な衝突が起き、オスマン政府は、軍隊のほ他ハミディエのような非正規部隊を動員して、衝突を鎮圧し、2万人とも言われる多くの犠牲者を出した。ただし、フランスの外交所管によれば、ハミディエによって殺されたのは、アルメニア人だけではなく、リアルバクル、ハサン警府。 スイバスなどのアナトリアに住むアッシリア人も多かったと記録されている。また、9月にはイスタンブールに住むユダヤ人コミュニティが暴動の期間中に多くのアルメニア人を自宅にかくまっていたため、シナゴーグがムスリムによる襲撃を受けている。アルメニア人政党はこれを機に国際世論に訴えたので、ヨーロッパ諸国はオスマン帝国の対応を批判し、 翌1895年1月、英仏路の列強は共同で、アナトリア東部の行政改革案を提示して、その履行をオスマン帝国に要求した。この出来事は、同年、オスマン帝国政府が履行を受諾しながら、改革を一向に実施しないことに抗議する、アルメニア人の大規模なデモをイスタンブールで巻き起こすが、これをデモというよりはむしろ外圧を傘に来た応募と、 感じて激行したムスリム民衆が、首都のアルメニア人を襲撃する事件が起こった。さらに、翌1896年には、アルメニア人の革命組織が、イスタンブールのオスマ銀行を襲撃、占拠した事件が起こり、ムスリムとアルメニア人の衝突が再燃した。1894年に起こったこの衝突、迫害は1896年の衝突を最後に、一応の沈静化を見るが、 一連の衝突で犠牲になったアルメニア人は数万人に上った。この事件をきっかけに富裕層を中心にオスマン帝国を見限ったアルメニア人の欧米への移住が相次ぎオスマン帝国都市部のアルメニア人人口は急速に減少に向かった。一連の衝突、迫害に関して諸外国はオスマン帝国を非難したがオスマン帝国の分割あるいは保全に対する 列強それぞれの思惑の相違から、改革要求以上の介入は行われず、ムスリムとアルメニア人の対立構造は、虐殺行為の鎮静化後もそのまま手つかずに残されることとなった。詳細は、ユルドゥズ暗殺未遂事件及び青年トルコ人革命を参照1905年7月21日、アルメニア革命連盟は、キュステンリル近郊の村で製造された爆弾による、 スルタン・アブデュル・ハミト2世暗殺を試みたが、護衛26人は死亡したもののスルタンは、軽傷で済み失敗に終わった。スルタンへの敵意は統一とンポ委員会にとっても、同様で、1908年の青年トルコ人革命で、ついに、アブデュル・ハミト2世の先制が、エンベル・パシャラによって打破され、牽制が復活した。詳細は、あだ名の虐殺を参照それまでズインミーの身分に耐えて、 北アルメニア人キリスト教との間でも青年トルコ人革命によって圧政から解放される期待が高まっていたが1909年4月13日に起こったあだ名の虐殺でアルメニア人キリスト教と1万5 0の3万人がムスリム住民に虐殺されたこの時アレクサンドレッタのアメリカ大使館は数千人のアルメニア人で溢れかえり メルスインに寄港中だったフランス海軍の軍艦3隻にはアルメニア人難民が殺到した。オスマン軍も暴力を沈静化させるために活動した。イギリス海軍の巡洋艦ダイアナが事態を沈静化させるためにアレクサンドレッタに寄港したが暴動はなかなか収まらなかった。1913年になるとタラートパシャ、エンベルパシャ、政権ラッシュに至る。 ミカド国内外の政治的な経緯から次第にトルコ民族主義へと傾斜しておりアルメニア人問題は再燃に向かっていた。1914年東部アナトリアの諸州にアルメニア人問題に関する国際監視団が派遣されることが決定したが同年に第一次世界大戦が起こると凍結された。この状況下でオスマン帝国が第一次世界大戦で 同盟国側につくことを決すると、連合国側で参戦したロシア帝国のニコライ、ユデーニチが率いるカフカース軍が東部アナトリアに侵攻し、1914年12月のサルカム州の戦いでエンベルパシャが率いるオスマン軍を撃破した。この時、アルメニア系オスマン帝国新民の中からもロシア軍へと参加したり、オスマン帝国に対するゲリラ活動に入ったりする。 ものが数千人単位で現れるが、アルメニア人ゲリラによって、ムスリムの村落が襲撃され、ムスリムが殺害される事件も起こった。これらの行動は、ロト戦争以来をすまん帝国の政府内外に浸透していたアルメニア人への敵意を確実なものとする結果を読んだ。ガリポリ戦線がイギリスの激しい攻勢にさらされる中で、 1915年には、バンコ周辺でユ茹で日率いるロシア軍と一心一退の膠着状態に陥っており、オスマン軍にとってカフカス戦線までもが劣勢に陥るという苦境だけは避けねばならなかった。1915年春頃に、統一派の領収の一人で、この頃にハントルコ主義への傾斜を強めていた、陸軍大臣エンベルパシャが、アルメニア人の反乱を根絶するために、 アルメニア人を放築する必要を主張していたことが明らかにされている。1915年4月19日、バンコ地区で行われたバンコイ戦では、エンベルパ社のオジハリル米率いる第5遠征隊がアルメニア人防衛戦を突破することに成功し、7月にはマラズギルトアフラート戦まで押し戻し、8月にはバンコ周辺を制圧することになった。1915年4月、 オスマン帝国軍の武装兵により追い立てられるアルメニア人それと並行して1915年4月から5月頃戦闘地域での反国家利的行為を予防するとの目的でロシアとの戦闘地域であるアナトリア東部のアルメニア人をシリアの砂漠地帯の町でリゾールの強制収容所へと強制移住させる市の更新政策が開始されたその指令が何時いかなるようになされたか あるいは本当になされたのかどうかについては、議論があるが、指令が事実としてあったとみなす人々は、タラートパシャによってアルメニア人虐殺が指令されたとしている。そして同年4月24日は、イスタンブールでアルメニア系の著名人たちが逮捕、追放され、後に殺害された者も,も少なくなかった。アルメニア及び各国のアルメニア人共同体では、 この事件が一連の虐殺の契機とみなされており、この日が、ジェノサイド追悼記念日とされているゆえんである。アルメニア人たちは、徒歩で乾燥した産地を越えて、シリアの砂漠へと向かう強制移住に駆り立てられた。ユーフラティス川沿いのシリア砂漠の町デリゾールへと向かう、厳しい移動の中で少なからぬ、アルメニア人が命を落としたことはおそらく間違いない、事実であり、 トルコ共和国もそれは否定していない。また無防備なところを現地のトルコ人、クルド人部族の民兵による報復にさらされるなどしたこともあったとみられる。そしてアルメニア人の組織的虐殺を事実として肯定する立場によれば、さらに強制移住のため家々から借り立てられたアルメニア人の青年男子は村内の一箇所に集められまとめて殺害されたという。一方、 虐殺を否定するトルコ側の主張はアルメニア人が多く犠牲になったのはあくまで戦時下の最前線の混乱における不幸な結果だとみなしている。否定する立場では殺害されたのは戦闘員やロシアと通じたスパイのみであるとされており4月24日の最初の犠牲者もそれに含まれるという混乱を生き延びたアルメニア人たちの多くは ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国に移住して行った。ムーサダーでは、六村が丸ごとレバノンに逃れ、それぞれ居住区を与えられて保護されたケースもある。1933年に、フランツ・ベルフェルは、これらのエピソードをもとに、小説、ムサダの40日間を執筆した。アルメニア人虐殺に対する見解は、この問題が現在も、なお深刻な政治的問題をも含むために、 皇帝派と否定派の間に大きな隔たりがある。このため、虐殺をめぐる歴史的な事実の究明はほとんど進んでいないと言って、良い。この一連の迫害において死亡したアルメニア人の人数は最も少なく見積もるトルコ人の推計で20万人から最も多く見積もるアルメニア人の算出で200万人とされる。ただし、19世紀末に オスマン帝国領のアナトリア東部に住むアルメニア人人口はおよそ150万人という統計があり、その20年後に第一次世界大戦が始まった時の人口も自然像と流出による減少によりほぼ同数であろうと考えられる。それらのうちすでにロシア領へと逃亡していたものやカトリック、プロテスタント、イスラム教へと回収して、 強制移住の対象から外されたものを除く何割かが強制移住に借り立てられたことになる。その人数はおよそ80万人から100万人ほどとする推定もあり、欧米や日本の研究者の幾人かは60万人から80万人という犠牲者数の推定が妥当ではないかという見解を述べている。エンベルに近い統一派の情報組織、デシュキラートマフスーサのもと、 クルド部族民、囚人、カフカス及びバルカン半島からの避難民から編成された非正規戦闘部隊による一連のアルメニア人、強制移住への関与が指摘されている。また、サルカム州の戦いで瓦解したこれら部隊のもと、構成員が逃亡してアルメニア及びムスリムの村々を襲撃したことが報告されている。強制移住に伴う、もろもろの迫害が、 オスマン帝国の統一派政権によって組織的に行われていた説が主張されている。しかし一方では政府当局者がアルメニア人虐殺を命令したとする確かで信頼できる証拠は存在しないということを根拠に虐殺指令の事実を否定する主張もある。さらに証拠とされる文書の中には 第一次大戦中の敵国によるプロパガンダや偽造文書の類いが含まれていると主張する説もある。詳細は3月事件、9月事件及び主社ポグロムを参照1918年3月アルメニア革命連盟がアルメニア人虐殺への報復として爆撃で3000の1万2000人の主にシーア派のムスリムを虐殺した。この時アルメニア革命連盟は ボルシェビキ、メンシェビキ等と行動を共にした。ムスリムはク雨から追われたり、地下へ潜ったりした。詳細は、ネメシス作戦を参照アルメニア革命連盟によって、1920年から1922年にかけて、キュオスマン帝国から逃亡していた同国の指導者らに対して、秘密暗殺作戦が行われた。1921年3月15日に、 虐殺の死亡者と見られていたタラートパシャがベルリンで殺害されるなど世界各地で暗殺が実行された。ダルフールでの虐殺犠牲者のための投下式に参加するガレギン2世とローワン・ウィリアムズ1991年に旧ロシア帝国領におけるアルメニア人共同体がソビエト連邦から独立して誕生したアルメニア共和国はトルコ共和国領となっているかつてのアルメニア人。 居住地域に対する領土的な主張を行い始めた。このためこの問題は領土問題を内包する政治問題の様相も呈するようになった。1970年代にアルメニア解放秘密軍やアルメニア人大量、殺戮報復部隊などのアルメニア人過激派がトルコ外交官などに対して行ったテロリズムや空港などでの無差別攻撃のため、 トルコの反アルメニア人感情も生じた。また、追放、虐殺されたアルメニア人が、かつて居住していた地域には、現在、クルド人が多く居住している。欧州では、各国内にアルメニアロビーが存在するため、議会で非難決議を行った国もあり、アルメニア人虐殺をジェノサイドと認識している。これに対してトルコは反論している。 このためにトルコはしばしば国際的非難を浴び、非難を外圧と感じるトルコが態度をより効下させることにもなっている。2005年には国際的な評価を受けるトルコの作家オルハンパムクが外国メディアとのインタビューで100万人のアルメニア人が殺害されたこと。2006年10月にはフランスの国民議会がアルメニア人虐殺否定禁止法を可決した同法案は 第一次世界大戦中の1915年から1917年に、かけ150万人のアルメニア人が、オスマン帝国に虐殺された事実を否定する行為には、最高5年の懲役刑ないし罰金刑を科すという内容で、12日に国民議会で審議が予定されていた。これにより、フランスとトルコの関係は、悪化が予測され、ヨーロッパでも反トルコ感情が湧き上がった。 しかしながらこの法案に対する反対も根強く、2011年夏には、元老院に達する前に廃案となった。2007年の1月には、アルメニア系トルコ人、ジャーナリスト、フラントディンクが、オギュンサマストに暗殺される事件が発生した。アルメニア人虐殺をトルコ国内で告発する一方、フランスのアルメニア虐殺否定禁止法に見られる、過激な動きには、 反対していたディンクの暗殺は、トルコ国内に衝撃を与えた。2011年12月には、国民議会で再度、アルメニア人大量虐殺を、公の場で否定することを禁じ、違反した場合は1年以下の禁固刑と罰金を科す、法案が可決された。トルコ政府は、中仏大使を召喚するなど強く反発したが、2012年1月23日に、 元老院でも可決され、大統領の署名があれば成立することとなった。しかし、同2012年2月28日、フランス憲法院は、アルメニア人虐殺否定禁止法案を、思想や発言の自由に抵触するとして、違憲と判断した。なお、このアルメニア人虐殺否定禁止法案は、サルコジ大統領の主導で成立に向かっていたが、 フランス在住の50万人のアルメニア系、フランス住民の支持獲得のためであったとされる。サルコジ大統領は同日、失望したと声明を発表した上で、新たな法案作成を指示した。2007年10月には、アルメニア系アメリカ人の移行を受けたカリフォルニア州のアダムシフ会議員、及び民主党主導のアメリカ合衆国会員外交委員会が、20世紀の初頭に起きた。 この問題をジェノサイドだと認定、避難決議案を採択した。同決議案は、この虐殺をオスマン帝国の責任だとし、アルメニア人の犠牲者を150万人とした。このことを受けて、トルコ政府は同決議案が事実の一方的解釈であり、その採択はトルコと米国との関係を深く傷つけるとして激しく、反対し、10月5日付の米紙。 ワシントンポストにも反対意見広告を掲載し、エルドアン首相が歴史調査のためにアルメニアとの共同委員会を、またさらに同年2月にはギュル外相を合衆国議会に派遣。この決議案を通せば、トルコはインジルリク空軍基地のアメリカ軍の使用を拒むとした。こうしたトルコの抗議を受けて、連邦政府も議会に対して同決議案への反対を明確にしていた。 また9月末には、ヘンリー・キッシンジャーら8人の国務、長官歴任者たちが連名で、ラントス委員長宛てに、同決議案への反対を伝える書簡を送っていた。その後もトルコ政府は、抗議を続け、トルコの国務省が訪米を中止したり、トルコが中米大使を一時本国に召喚したりするなど、両国の関係が悪化しつつある。共和党のジョージ・ブッシュ大統領や、 ロバート・ゲイツ国防長官は、この決議案に対し、否定的な見解を示した。2019年10月29日、アメリカ合衆国会が、アルメニア人虐殺を、ジェノサイドと認定する決議案を超党派の賛成多数で可決し、トルコ政府が拒絶する声明を出した。連邦議会は、2007年11月6日に、トルコのアルメニア人虐殺をジェノサイドと認定する。 決議案が提出され、大議員で審議された。トルコとアルメニアの関係改善による地域の安定を、画策した欧米の後押しもあり、2009年10月10日に、両国間で国交正常化が実現したが、虐殺問題に関しては、双方の主張が埋まることはなく、ナゴルノカラバフ戦争も含めて、合意文書は問題を先送りする内容となった。2014年4月23日、 トルコのエルドアン首相は、トルコ指導者としては初めて、アルメニア人虐殺に対して、追悼の意を表明した。バチカンは、アルメニア人虐殺からちょうど100年にあたる2015年4月12日に、サンピエトロ大聖堂で、アルメニア正教会の聖職者を招待して、ミサを催し、教皇フランシスコは、アルメニア人虐殺は20世紀最初のジェノサイドである、と2001年に、 ヨハネ・パウロ2世とアルメニア正教会総主教との間で交わされた文書を引用してバチカンとしてのアルメニア人虐殺の認識を示した。これに対してトルコ外務省は強く反発しバチカン中殺大使を召喚しアンカラ中殺バチカン大使に説明を求めた。2016年6月2日ドイツ連邦議会は第一次世界大戦期におけるオスマン帝国による アルメニア人虐殺をジェノサイドと認定した。決議案は、ドイツキリスト教民主同盟と、ドイツ社会民主党、同盟90緑の党によって提出された。また、当時オスマン帝国と同盟関係にあったドイツが、アルメニア人迫害の情報を把握しながらもそれを止めなかったとし、ドイツ帝国はこの出来事に責任があると認めた。小説ドキュメンタリー映画演劇トルコ政府の、 公式見解とは限らない点に留意。ありがとうございます。